はい、ただいま12月28日の0時36分ですね。今日はですね、これから、除雪の当番なので、ちょっと道路除雪に行ってきますが、除雪に行くまでの間のですね、池谷集落を降りるところまでちょっと運転していきたいと思います。じゃあ行きます。雪がかなり積もってますね、はい。まあ、これね、下りなんでまだこれどれだけ雪が積もってても意外と大丈夫ですね。結構ラッセルっぽくなってますね、これ。まあ、降りれなくなるってことはまあまずないと思うんですけど、結構やばいかもしれないですね。まあ、ちょっと慎重に運転していきたいと思います。これはしかしすごいですね。量がかなり、地面の雪の量がかなりすごいです。上りだったら確実に登れない状態ですね。これ今ね、一速で行ってますけど、変速して、二速にしたらね、ちょっとなんか動かなくなった、動かなくなったというかちょっと演奏しちゃったんで、これは一速でしっかり、降りていきたいと思います。多分ね、下まで行けば、道路はね、比較的除雪されてるんで大丈夫だと思うんですけど、まあ、こういう道をちょっと通るのもね、なかなか珍しい映像が撮れてるような感じがします。これはしかしすごいな。普通この時間帯に出かけませんからね。結構これ足が取られてるような感じがしますね。まあ安全運転で行きたいと思います。一応これなんか轍の跡が少し残ってるってことは、誰かがちょっと遅い時間に一回出かけたのかもしれません。結構なんかこっからちょっとなんか雪が減ってきました。これでなんかちょっと一安心ですね。まあちょっとでも結構怖いですね、これね。なんであそこだけ雪が少なかったんでしょうか。ちょっとまた雪が多くなりました。まあでもやっぱり上と比べてだいぶマシですね。すごいな。ちなみにちょっと どんな感じなのか、ちょっとおちなみに雪がこんな感じですね。これでよく運転できてるなと思いますけど、下りなんでね、なんとか行けてるっぽいですね、はい。じゃあ行きます。うわ、やば。これはちょっと一回止まってしまったんで、はまっちゃった。やべ、
ちょっとここの前をね、雪をどけました。もう焦りましたね。ちょっと動かなくなった時は一瞬ヒヤッとしましたが、なんとかいけそうですね。なんか反応ありになった。しまい、よし、まあいいや。これでちょっとやっぱ勢いがつくと降りますね。危ない危ない。これはもう止まらない方がいいですね。とりあえずこの重さでこう勢いをつけて下っていきます。かなり雪がすごいです。除雪車に乗って除雪をしに行こうとしてるのに、そのまま除雪しに行けないというですね、そういう、シャレにならないような、状態になりそうでしたが、まあなんとか無事、行けそうでした。これはすごいな。とりあえず集落の下まで行けば多分もう大丈夫だと思いますね、はい、これはすごい。これはちょっとまあ、対向車が来ることはね、この時間なんで、まあ、ほぼないと思うんですけど、まあでも安全運転でね、とりあえず事故らないようにしたいと思います。昔ですね、雪道運転でこう事故ったことがありまして、うわこれすごい、結構今足を取られる感じでしたね。なんか結構これもうさっきみたいに結構かなり今前に雪がいっぱいあると思うんで、これスピードを落とさずに、この下に下るがままにちょっと行きたいと思います。いやこれはすごいですね。なかなかこんな道路を通ることはまずないです。これ上りだったらもう 100% 上れませんね。はい、ということでちょっとこれはなかなかいきなり幸先が 悪くはないんですけど、まあこういうこともあるわけですね。ちょっと、まあ、自分もこのようなかなり、
雪が積もった中を走るのは何年かぶりですね。昔ね、あの出張に行った時の帰りに、夜中に帰ってきて除雪が来る前だったんですが、その時に上りでね、結構雪の中を登ったことがありますけど、家の前まではね、なんとか行けたんですけど、あ、家の前というか家の近くですね、のヘアピンカーブ越えたあたりくらいまでは行けたんですが、そこから先がですね、本当にあの動けなくなって、まあ、一応家まで歩いて帰れるぐらいの距離だったんで、その時はもうあのなんとかあの車を置いて家まで帰って、で次の朝に除雪車が来る時のタイミングぐらいにですね、合わせてあの車のところに戻りまして、それでなんとかね、あの周りの雪を取ってもらって、であの車が帰れたと言ったようなこともありましたが、ここ最近はね、まあ、そういったあの、まあ、無理な運転というかですね、まあ、変な時間にあの運転するってことはなかったんですが、今年から道路除雪をすることになりまして、で夜中に出動ということで、今のような時間に降りてるわけですが、これは結構あれですね、まあ、今後こういう これちょっと雪がね、もうまさに雪をこう押しのけて、まあ、歩いてるのがこう自分の目から見えました。これカメラに映ってるのか分かりませんが、すごいです、はい。まあ、ということでなんとかで麓まで、来れましたね。これは良かった。よし、助かった。これでなんとか行けるでしょう。麓のこの下の道はね、おそらく除雪されてるんじゃないかと思うんですけど、これは、行けると思います。はい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 、こっから先はね、はい、除雪もされてるんで大丈夫ですね。はい、ということで、まあちょっと一旦ここで動画を切りたいと思います。はい、消雪パイプがね、ある道路まで出ましたが、ここまで出るとね、もう普通に全く問題ないですね。はい、まあこの消雪パイプっていうのは非常に素晴らしい仕組みですね。雪が降ってきても水でどんどん溶かしていくというですね、これは非常に運転する人からすればとてもありがたい仕組みです。はい、まあこれでね、難なくとりあえず行けると思います。まあこれで一安心ですね。はい、消雪パイプのところを越えたところなんですけれども、なんかすっごい吹雪になってきました。ちょっとすごすぎるんで、ちょっと、動画を撮ってます。ちょっと収まらなくなる。安全運転でいきたいと思います。はい、ただいまね、朝8時53分です。終わりました。あちらのね、ブルドーザーに、乗ってました。はい、池谷の麓まで戻ってきましたんで、またドラレコをちょっとね、やってみたいと思います。じゃあ行ってみましょう。これね、まあ多分ね、朝除雪来てますね。全然難なく登れます。私の後もあります。で、まあ連絡取ったら、まあ安藤くんも出勤してるということなので、まあこれはまあ登っていくことはできるなと思うわけですけれども、やっぱりね、除雪があるとないとって全く大違いだなというふうに思いますね。これ、あ、そうだ、ちょっとちなみに、あれですね、せっかくなんで、この、軽トラの、行きと帰りでどれぐらい雪の量が違うかっていうのをちょっと見てみましょう。ちょっと一回止めてみます。行きはね、これで、止めたらもう、動かなくなったわけですけれども、ちょっと見てみます。はい、もうこんな感じなんでね、もう全然余裕ですね。行きとは大違いです。やっぱ除雪あるとないとで大違いですね、これ、よくわかります。じゃあ進んでみます。おっと、
登れなくなってしまった。ちょっと勢いをつけて、ちょっと勢いをつけないと登れなくなりましたね。これは結構危険です。しかも道幅もね結構狭いですね。あの除雪は来てくれたとはいえかなりギリ、あ、ここからはさらに雪が少なくなってますね。これはあの除雪車のおかげでだいぶ少なくなってます。これちょっと分かりにくいかもしれませんが、あのもう路面がねほぼ見えかけて、いるところですね。さっきのところよりはかなり、少なくなってますね。もう轍の跡ももうあの段ができないぐらいの轍の跡しかありません。はい、これは今3速で登ってます。はい、まあ昨日からね、あ、昨日はね、あの昨日おとといと大雪警報ですかねだったわけですけれども、昨日のまあ夜ぐらい、昨日の夜というか今日の深夜ぐらいにはま解除されまして、落ち着くかと思ったんですが、依然としてねあのまだまだ雪は降って降り積もっておりますので、ただね一応明日は天気になるという予測ですね。で雪国はですね、まあ、天気になった隙にちょっと屋根の雪下ろしをして、そしてこの雪が降ってる間は、まあ、あの道路の除雪とかですね、まあ、あの歩く坂、まあ、分校の周辺の除雪とか、そういう上から降ってきてる時は、そういう日常的に使う道の除雪をして、そして晴れた隙に、晴れていたらそこの除雪がありませんので、まあ、晴れた隙に、屋根の雪を下ろすというですね、まあ、そういった形ができると一番理想的なんですが、あれなんか車が止まってます。何でしょうこれは、どうしたのかな、下がってますね。なんかバックしてきてます。車がこれどういうあれがあるんでしょうか。ちょっと今ねあの一本道なんであの通れませんのでですね、ちょっと車をどうなったかちょっと待ってみたいと思いますが、ちょっと何があったのかちょっと見てみましょう。ちょっと一回近寄ってみて、話を聞いてみたいと思います。はい、除雪車がね実は前に、で作業してるんで、まあ、それがあの霧がいいところになってもらわないと、いけないということで今待っています。しばらくね、待ってるだけなのでちょっとカメラを止めたいと思います。はい、行けそうですね。なんか話してますね。何があったんでしょう。ちょっとなんか様子を見てみましょう。なんか雪が溜まってるような感じでしょう。もう行けるようなんで、ちょっと先に行ってくれってことなんで、ちょっと、自分の方が行きたいと思います。
れますね。はい、除雪車、ありがたいですね。あ、ここからまた雪が多くなってきましたね。はい、これね、意外とね、なんかこう雪が壁があるとですね、見えにくいんですよね。どこが壁でどこが道路かっていうのがね、なんかこう分かりづらいんですよね、一見すると。壁にぶつからないように気をつけないとですね、目が悪いとなかなかこれは、ぶつかってしまう場合もありますよね。知らないところだと結構きついですね。はい、集落の中に入ってきました。なかなかね、一筋縄ではいかないですね。あ、山口さんが今芽吹のところでまた除雪をしています。あ、違うな、森さんですね。おはようございます。森さんがで、だいぶね、屋根の雪も積もってきたんで、そろそろね、屋根の雪下ろしもしたいと、したい時期になってきましたね。はい。まあ、ちょっと夜中に除雪して、その日に屋根の雪下ろしっていうのはね、結構大変なんで、まあ、明日、明後日ぐらいでね、できたらいいかなとは思ってますけれども、まあ、かなり、この山の天気がね、すごい変わりやすくてですね、今こんなんですけれども、雪が止んで晴れるとね、すごくね、気分がいいですよね。で、結構ね、雪もこうふかふかになってるとすごい高さが高いんですけれども、晴れるとね、こうちょっと溶けてきて、でこう閉まってね、高さがだいぶね低くなるんですね。なんでその閉まったぐらいの時に雪を下ろすとすごくね、作業がしやすいです。はい、安藤くんが今除雪をしてますね。今日は自分が夜の除雪を深夜の除雪作業しに行ってたので、安藤くんが文庫の坂の除雪をしてます。一旦これで、ビデオ終わります。はい、あっちで安藤くんが除雪をしてますが、自分はちょっとこっちのですね、家の前のところをちょっと横着して、トラックちょっと無理やり入ろうとしたら入れなかったんで、ちょっとスノーダンプで雪を片付けたいと思います。
なんとかね、無事、家に戻ってくることができました。ただいまの時刻はですね、ただいまの時刻9時55分でした。